ルビーまあ使うっていうのもすごく大事な作業になるので、手首に意識を持っていってもらってもいいんですけれど、多分ダーツのイメージで体を動かしちゃいけないっていうイメージがすごく強いと思うんですね。初心者の方にもそうなんですけど、中級者、上級者もそうなんですけど、体を動かさないっていうのは NG です。ダーツを投げる上では体は全身使ってるんですね、本来。だけど、そうなんですけど、上手い人を見ると止まってるように見えるんですよ、はい、特に映像を見るとここから上しか映ってないんで。だけど今日僕の動き見てるか分かんないんですけど、時々左足上がったりとか前後にこう動いてるんですね。要は投げる効率が上がってくると動きが小さくなってくるだけであって、動きを止めてるわけじゃないんです。はい、特に始めたばかりの女性の方とかそうだと思うんですけど、こう動いてるのよく分かると思うんですけど、要はこれの効率が上がっていって最終的に動かないフォームになるんです。どうしても飛ばすためにはある程度の反動が必要になるんで、体の動きを使うんですよ。だけどそれをどうしても映像だけで見てしまうと、ここだけを見てしまうので、肘だったりとか振りだったり手首だったりだけを使おうとしてしまうんです。そうすると要は外れ方が大きくなってしまうんです。本来は全身を使ってあげて、こう目標に送り出してあげる、ないし飛ばし始めてあげるっていう動きを体が作ってあげてるのを、だん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 効率が良くなって小さくなっていって動かないように見える。なんでちょっとそうですね、始めたての方は体が動かしたくなったら動かしてあげてください。特に上手い人でもそうなんですけど、無理にここだけ動かそうとするのはおかしい動きを作ってしまう第一歩になってしまうので、疲れてるなとかなんか変だなっていう時は別に動いてあげてください。はい、でもこれの効率が上がってくると少ない動きで目標に送り出すことができるようになってで、止めないで動きたいなと思ったら動かしたり、緊張すると固まっちゃうんで、どうしてもだからより一層まずは動かしたり、多少あんまりこうガーンガーンってやると体が疲れてしまうんで、そこら辺はある程度見た目を保ったまま、ある程度動かしたり、その方が目標に対してダーツを運びやすくなる。ここが一番重要かな今日止めるんじゃなくて動かしたり、動かしていくのがだんだん効率が良くなると小さくなって止まってるように見える。外人の選手もみんなそうなんです。実際ここから上しか映ってないじゃないですか、ふわって動いてる。反動を消したりとか、反動を逆に利用して前に踏み出したりとか、使い方はちょっと人それぞれなんで、あなたはこれですとは言い切れないんですけど、まずはちょっと体を動かしてあげる。そうすると手首だけで使ってる力が全身に使えるようになるので、もっと楽に送り出せるようになるので、送り出す効率が上がるとコントロールがしやすくなる、結果的に集まる。で、それが集まってきてるなっていう実感が湧いてくると、動きがだんだん小さくなってきても同じ範囲で集まるようになって、ちょっとここは試してみてください。がっちり体を固めてる方、はい、やりましょう。ありがとうございました。はい、ちょっと
思います。思い切りいきましょう。めっちゃ緊張してるでしょ。ちょっとかわいそうだよ。こんなことさせるとね。ド S なんで。もっと体の反応を使ってあげて、無理にこのさっきやったカチッとしなくてもいいんで、もうちょっと飛ばしやすくも動かしてあげてください。全身使ってあげてください。すぐすぐ左足上げちゃっても大丈夫です。そうですね、いいですね。たのがこれですね。硬くなってしまうと動きが全部止まるんで、それを一回楽にした。もっと動いちゃっていいですよ。硬くなっちゃう。大丈夫ですね。盤面に当てればいいぐらい。全身使ってあげて。そうです。そうです。でもいいと思います。あの本当に体を使い始めるとダーツも伸びるんです。それを大体の人が消してしまうんで、すごく難しくしてしまう。作業的には小さくなるんですけど、実際運動量が小さくなるんで飛ばしづらくなる。それすることによってコントロールしづらくなるんで届かなくなっちゃったりとか弾かれる。もう一回やってみましょう。楽にね、膝楽にしたい。どっちでもいいですよ。楽にポーン。そうです、体前に動かしちゃったらいい。そうです、そうです、そうです。そうすることによって動いてるとブレるってイメージしてると思うんですけど、左右のブレも小さくなるんですよ。実際その方がコントロールしやすいからで、ちょっとそうなんですけど、今はとりあえず、ブルの練習いっぱいすると思うんですけど、時々でいいです。20より上に飛ばす練習してあげてください。今の感じでもっと反動を使っちゃっていいんで、ここより上、もうここがぶつかっちゃっていいんで、もうちょっと使いましょう。そうですね、もう一回行きましょう。台壊しても怒らないんで大丈夫ですか。もはや壁がぶっ壊そう。ちょっとゆっくりしてもらって、今力を前に使ってると思うんですけど、ちょっと斜めにしましょう。斜め上に向かって反動つけたり、そういう時間をちょっと作ってあげてください。入んなくてもいいんで、まずはこっから上。反動でいいですよ。どうしても硬くなっちゃうから。で、では見ててもらったら分かると思うんですけど、動きが少なくなってるときはシンポーンと落ちます。それは反動が使えてない。
動いちゃって。とにかくその反動を使えるようになってくると、要は今何が起きてるかっていうと、前に飛ばしたくても女性の場合飛距離があって前に飛ばない、これを反動でフッて持ってってあげれば高さが出るじゃん。まずこれを覚えてほしい。真ん中とか、まあ、そう、それ反応の位置、そう、タイミング、タイミングさえつかめば反動でどっからでもこう高さを出せるようになる。そうそこまで行ったら絶対ここだったら入る。いや、いっぱい投げたんで、今のをちょっと練習に取り入れてみてください。ただあんまり下がって投げすぎるとこの人何やってんだろう。極力定位置、そのぐらいがいいかもしれない。そう、そこで届くんだったらバッチリ。拍手。君の練習に取り入れてみてください、はい、で皆さんもちょっと初心に帰ってたまにはこういった練習も、ね、体まず動かしてあげる。特に調子が悪い人、飛ばない人は体動かしてあげてみてください。ちょっとふざけてるな、適当だなって思うぐらい一回動かしてあげると何か掴み直すきっかけになると思うので、ぜひちょっとやってみてください。じゃあ、千野選手ありがとうございました。